こんにちは。バーチャルeゲーマーの薄井です。本日も、とっておきの PC ソフトを、皆さんにご紹介します。それゆけかどっち。定価3800円。これは、分類するならたまごっち系の、育成ゲームであり。その名の通り、デスクトップの角で、サラリーマンを育成することができます。レア度迷惑、本作の目的は、この兄ちゃんを社長にすることだそうで。そのために、いろいろとする必要があります。ゲームは、自動で時間が進み、放っておくと、どんどん時が過ぎていきますが。業務中に、アフターファイブの行動を決めたり、部下を叱りつけ、鬱憤を晴らしたりできます。普通に仕事をしているだけで、主人公は、体力とストレスが、みるみる悪化していき。結果、仕事のサボり率が増え、出世が遠ざかってしまいます。なので、たまにガス抜きをしてやる必要があるわけですね。主人公には、疲労、ストレス、二日酔い、所持金など、各種のパラメータがありますが、それらは文字、数字で表されることはなく、主人公の行動から、推測するしかありません。サボりが増えたら、居酒屋やキャバクラで息抜き、ボーナスが出たら、車の購入を考えるなど。なんとなく察して、動いてあげることが必要です。また、毎日は目まぐるしく過ぎますが、休養や昇進などのイベントは、数十日に一度くらいで。がっつり専念するゲームというよりは、たまに様子を見て、ちょっかいを出すようなあれですね。作業のお供にちょうどいいでしょう。音声は、切ることもできるので安心。それでは、この辺で。というような感じのゲームです。ほっとくと勝手にストレスと疲労を溜め込み、それを酒と女で相殺して、成り上がるという。なんだか嫌にリアルな内容を、ほのぼのとした絵柄と、笠原ひろこ氏の声で、優しく仕上げた内容ですね。夢と希望のサラリーマン生活。奮闘する彼に、ちょっとした勇気をもらう。そんな感じで、デスクトップの角に置いておくと、いいかもしれませんね。おはようございます。どうですか？